アスワンの採石場にある未完成のオベリスクテーブより未完成のオベリスクはエジプトアスワンにある古代エジプト時代の北採石場に残された加工途中の巨大なオベリスク。切りかけのオベリスクとも呼ばれる。おそらくカルナック神殿のオベリスクを補うため第十八王朝五代目のファラオ、ハトシェプスト女王の命により作業が始められた。 通常のオベリスクよりも10メートル近く大きなもので完成すれば長さはおよそ42メートル、重さ1200トンであったと推測される。オベリスクの石膏は基板から直接抜き出すように刻み始めたが加工岩の中にひびが現れたため途中で放棄された。オベリスクの底面は依然として基板についたままになっている。 まだ石に鮮明に残る工具の跡と労働者がどこで作業をしていたかを示す黄土色の線によって古代、エジプトの珍しい石区技術を観察することができる。未完成のオベリスクの他に、切り出し途中のオベリスクが、アスワンの採石場で2005年に発見された。また、発見された、いくつかの彫刻と、遺構から、有名なオベリスクのほとんどがこの地で切り出された、可能性が示された。 アスアンにあるこれらの採石場は切削途中のものも、含め、エジプト政府が正式に遺跡として保護し、野外博物館として運営されている。ありがとうございます。